シーが言ってたの。よし、手分けして探すぞ。ちょっと、何ぼーっとしてるの。ええ、少し変だなと思いまして。変って？何がよ。マナってあんな風に衰弱するものなんでしょうか。そりゃするんじゃないの。実際サルファがああなってるんだし。私、小さい頃に猫を飼ってたんですけど、その子が亡くなる時、ちょうど…フィルの声。行きましょう。どうしたのフィロ。すごい声だったけど、大丈夫？花、見つけたんだけど、あそこ。かなりの数だな。どうします？決まっておろう。まとめて相手してやる。待っててね、ベイン君。みんな気をつけて。交代です。
壮大だな。疲れてきた。あんまりいじめないで。これで半分といったところか。まあもう鬱陶しい。もう目の前なのに。いいざまだな。また出た。今は相手をしている暇はありません。何よ貴様ら。俺たちはな。はいはい、熱くならないの。こっちはこっちの仕事しましょう。でも俺が、えい。なんで。ちょっと何してんの。貴様らを助けるように言われたんだ。さっさと花を取って帰れ。先輩、また何か企んでいるのでは。信用ないね、私ら。今までが今までだから仕方ないけど。この状況で企むもクソもあるか。早くしろ。あ、はい。取りました。礼を言われる筋合いはないからな。大丈夫？手伝いましょうか？そうだな。お前らだけでは荷が重かろう。見くびるなよ。それに貴様らと一緒に戦うなどごめんだ。そんなこと言って結構ギリギリなんじゃない？うるさい。喋ってる暇があるなら早く帰れ。あの人たちの言う通りです。今は一刻も早く。すみません先輩。素直に助けてもらった方が良かったんじゃない。バカ言うな。助けに来て逆に助けられるなんて格好悪すぎだろうが。意地張っちゃって。そういうの嫌いじゃないけど。無駄口叩いてる余裕はないだろう。たまには真面目に戦え。おっと、そうだったわね。早かったね。先生、取ってきたよ、月の花。うん、間違いないね。それじゃ、早速薬を。あれ、サルファはどこですか？ああ、サルファなら…ここにいるわよ。サルファ。見ての通りよ。もう薬は必要ないわ。そのようで。しかし、どうやって治したんだい？1時間ほど点滴を。点滴？何の薬を？何でもいいじゃん。治ったんだしさ。先生、ありがとうございました。
私にとってもこの猫は意味のある存在だから。え？それと勘違いをしないで。今は持ち直したけど、残された時間は変わらない。どういう意味だろう。イドルデ先生のおかげでサルファは元気になった。なんだか先生はサルファのことを知ってる口ぶりだったけど、それに先生が最後に言った言葉、なんだか不思議な予感がする。嫌な予感とは違うんだけど、何かが起きるような、起きてしまうような。